Z31 は、ドイツ海軍の駆逐艦。1936A 型の一隻。ディースコヨーマグ社のブレーメンゾを戦車にて1940年9月1日、寄港。1941年5月15日浸水。1942年4月11日収益。1942年11月6日、衝突事故で損傷。12月、ドイッラント急走交換。 リュッツ王、駆逐艦、カールガルスター、テオドール・リーデルと共に、ノルウェー北部へ進出した。同月、連合国の JW51 バイト戦団に対する攻撃作戦である、霊言暴言作戦に参加した。1943年2月5日から6日の夜、機雷布施艦ブルンマー、駆逐艦、テオドール・リーデルと共に、ムルマンスク沖にキライを布設した。 1943年9月、戦艦、ティルピッツ、巡洋戦艦、シャルンホルストなどと共に、スピッツベルゲン島攻撃に参加した。部隊は9月6日にアルタフィオルドを出撃、8日に攻撃を行って9日に帰還した。攻撃の際、8発の命中弾を受け上院1名が死亡した。1943年12月はめ、スカゲラク海峡で、嫌い不説艦。 ブルンマー、オストマルク、エルザスなどとともに、機雷布設を行った。この後修理に入った。1944年8月29日、アルタフィオルドでイギリス軍機の攻撃により損傷した。10月からは、ノルウェー北部からのドイツ軍の撤退を支援した。12月16日に駆逐艦。 Z29 と12月27日には、駆逐艦 Z33 と共にホニングスボーグ沖に、嫌いを付設した。1945年1月3日、駆逐艦 Z33 と共にハンマーフェスト沖に、嫌いを付設。1月22日、駆逐艦 Z34、Z38 と共にローフィヨルドなどに嫌いを付設。ノルウェー北部にいた、 駆逐艦も撤収することになり、1945年1月25日に駆逐艦 Z34、Z38 と共にバルト海へ向けてトロムソから出港した。しかし、この動きはイギリスに察知されていた。1月28日、ベルゲン沖でイギリスの軽巡洋艦ダイアデム、モーリシャスに捕捉された。この戦闘で7発の命中弾を受け55名の死者を出し、 ベルゲンでドック入りした。2月8日にオスロへ移って、さらに修理を受け、それからドイツに戻り、バルト海で活動した。1945年5月8日大役。大戦後の1946年に賠償官として、フランスに引き渡され、マルソーと改名されて1958年まで収益していた。ありがとうございます。